ポコさん私の近くの公園にいつもポコさんという大道芸人みたいなおじさんが週に3回来てた顔はおしろいか何かで白く塗り眉毛を太く塗りピエロのような格好でいつもニコニコしてたある日は紙芝居をしたりまた別の日にはジャグリングをしたり 風船で動物を作ったりと多彩な人だったポコさんが来るときにはいつも決まってラッパのような笛でポーポーと音を鳴らしながら空いてる手で小太鼓を叩く「だからポコさんって呼ばれてます」と本人が言ってたその ポーポーコンコンの音を合ずに近所の子供はもちろんのこと中学生や子連れのママさんたちも集まるぐらいに人気だったそれがある日急にパッタリと来なくなった楽しみにしてた子供たちは今日こそは今日こそはと待つもとうとう4か月たってもポコさんは来なかったそれから4か月後 ポコさんの笛の音と太鼓の音が公園から聞こえた。ワイワイガヤガヤと子供たちが集まっていく。私も同様に友人たちとそこへ向かった。すると公園の中央で笑い声とも叫びともつかぬざわめきが聞こえてきた。私たちがそこに着く頃には16人くらいの子供たちがポコさんの前で座ってた。が、なぜか 子連れのママさんたちは皆帰っていったそしていつもなら「ポコさん」と声をかけ合っている子どもの集団も不安げに静まり返っていたそれらの違和感の正体はポコさんの顔を見てすぐ分かったこともあろうにポコさんは白塗りの顔に赤い血を目や口から出しているペイントをして 髪の毛を白髪にしていたんだ。ぽうぽうコンコンの音を鳴らしながら見開かれた目は血走しっていた。しかし、それも演出の一つなんだろうという思いから私や友人もみんなの輪に入り座って演目の開始を待った。それから数分後、その日用意されたのは紙芝居だった。 いいつも通りの明るい声で「さて始まるよ今日の紙芝居は」とめくった瞬間子供たちは悲鳴を上げた「最愛の死」とタイトルされた赤い手書きの文字そして正真正銘の死体の写真「グロではなく死に装束で棺桶に入ってるものか」 紙芝居には掲げられてた。子供たちのあまりの悲鳴に大人が何人か来てその写真を見つけ「おいおいポコさんこれはあまりにもひどいよ」というのを無視してポコさんは話を進めるさらにめくられた一枚には血まみれの死体がさすがに子供たちは散々と逃げ回り2人の大人がポコさんを止めにかかったが おお前かと大声を上げながら持っていた太鼓や鉢や笛で叩いて錯乱状態取り押さえられて連絡を受けた警察に連れて行かれたどうやら紙芝居の中身は大人が吐くくらいのものだったらしく片付けを手伝ったママさんの一人が戻し 電波したおじさんの一人も吐いた。後で聞いた話では、ポコさんの身内で不幸があったとのことだった。町内の噂では、ポコさんの目の前で起きたひき逃げ事故だったらしい。犯人は捕まったものの、やりきれな思いから壊れたんだろう、とのことだった。この話には続きがある。 ある朝の5時頃に、ぽーぽー、コンコンという音を聞いた。8時頃学校に行くために外へ出たら、公園の方向が騒がしく、向かうとビニールシートで囲まれてた。いつもの格好のまま、ポコさんは自殺したらしい。それからというもの、誰もいない公園から、 上と太鼓の音が聞こえたとか朝家の前の道を誰かがポーポーコンコンと鳴らしながら歩いてたという噂が後を絶えない私も何度か体験しているがそれはなんだか悲しい音色でした以上ですポコさんそれだけ奥さんを愛してたんだろうねでもやりすぎです トラウマになって、ピエロを見るとそれを思い出すし、子供を巻き込んじゃダメだよ。